日本東京都西東京市芝久保町芝久保町は東京都西東京市の町。現行行政地名は芝久保町1丁目から芝久保町5丁目。住居表示実施済地区。郵便番号は188-0014。西東京市の西部に位置し、大部分が住宅地である。南から1丁目、西部新宿線を挟んで北側に2丁目、3丁目。 青梅街道を挟んで4丁目、東京街道を挟んで5丁目と並んでいる。青梅街道と東京街道の追い分けは、通称、橋場で、現在も、橋場交差点となっており、関東バスの、田梨橋場及び西武バスの、橋場停留所がある。北は、東久留米市、南町及び新大梅街道を挟んで、西原町、東は、田梨町、南町、南は、 石神川を挟んで、かい台町、西は小平市花子金井南町、同市花子金井に隣接する。町名ごとの面積、人口と世帯数及び人口密度は以下の通りである。1月1日現在私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は2014年1月1日の工事地下によれば、 芝久保町後の後の旧の地点で22万2千2円、平方メートルとなっている。江戸時代の当地域は、芝久康あるいは芝久保と書かれ、大部分が、原文元年に検知された新田であった。文化9年絵図では、竜久康神殿、野中神殿に隣接していた。明治初期に、寺芝久康が分割され、立川道を境として、寺北芝久康、あざみみ さ久康となった。西武新宿線が1丁目と2丁目の境になっているが、町内に駅はない。最寄り駅は、田無町4丁目の田無駅、または小平市花子金井南町1丁目の花子金井駅。大梅街道上を西武バス基地64系統が、吉祥寺駅から花子金井駅を結んでいる。先日の田無八芝停留所からは、 関東バス高霊山系統が三鷹駅までの路線を運行する。また、西東京市のコミュニティバスである花バス第4ルートが町域を運行する。2016年の改変後は、北ルートと南ルートの2系統が設定されている。この第4ルートは、もともと一つの路線で、田梨駅を起点に1丁目、芝久安運動場、西部住宅、大梅街道、 4丁目の小平市境を経て5丁目の多摩六と科学館までを結んでいた。関東バスの路線には、休日ダイヤに限り、東京街道を通り、多摩六と科学館まで延伸する高麗四系統があるほか、科学館と武蔵野営業所間の出入庫系統が存在するほか、多摩六と科学館から、花小金駅までの関東バス花9.10系統がある。ただ、 これら各系統は2020年現在臨時便となっており、通常は運行されていない。科学館と花小金井駅、田梨駅との連絡は先日の花バス第4、北ルートが担う形となっている。かつては、都営バス梅70系統が、柳沢駅から大梅街道を走り、大梅島で結んでいたが、花小金井駅発着に変更されたため、町内を通過しなくなった。 ありがとうございます。